の来なくなった商店街に我々がもうこういう人たち一緒に乗り込んでいって集客がかけられるようにするとかですね、中小企業としてはやはり自分たちで下請けにとどまらずですね、商品を開発して営業を自らして、まあ、その前段階としてブランドを作っていくと、そういったことが自分たちでできるようにしていくということですね。そういうことをこの場でみんなで情報を共有しながら勉強していく、で実践していく、そういうことになってくればいいと思います。